期日まで残り半分となりました。ここからが折り返し地点ですね。掟があるので私が直接手を出すことはできませんが、ご健闘をお祈りしてますです。バンバン依頼こなしていきましょうね。本日はいかがいたします？はい、頑張りましょうね。あなたね、最近悪魔を退治して回っているのは。この方たち、悪魔のことは知っているのですか？あなたは天使？私が見えるのですか？見えるよ。私はマヤ、神園マヤ、しのぶちゃんの妹。こっちはお姉ちゃんのしのぶちゃん。これはどうもご丁寧に。私は天使のリースと申しますです。まさか天使様までついているとはね。私たちは悪魔退治を生業としてきた神園家の末裔、悪魔ハンター、いわば悪魔退治の専門家。ビュビュンとうなるプロフェッショナルよ。悪いことは言わないわ。あなた、悪魔退治からは手を引きなさい。え？なぜですか？天使様には悪いですが、今回の悪魔は素人が手を出していい案件じゃないからです。そんなこと言われましても、こっちにはこっちの都合がありますし。なら、あなた、天使様が認めたパートナーとしての手腕、私たちに見せてごらんなさい。そうね、まずはこの辺りの悪魔を倒してみることね。ちょうど悪魔の力、ここら辺に溜まってきてる。私たちは手を出さないから、先輩はこれから現れる悪魔を倒してほしいの。要はいつもと変わらないわけですね。やりましょう、マスター。マスター？あなた、天使様にそんな呼ばせ方してるの？マスターのお力見せましょうです。左に注意してください。
注意してください。これは大勢います。止めてあげるわ。でもそのデビルスイーパーのおかげということを忘れないでね。先輩、またね。本日はいかがいたします？
ましょうね。我が社の未来はマスターの双剣にかかってます。下から来ますです。ゴーゴーです。下から来ますです。注意してください。何もいりません。言葉に気をつけろ。ゴーゴーです。前にいますです。見つけた。
どうしたんですか、リースさん。プールなんかに呼び出して、しかも水着で、なんて。ナナコ様、私、あれからじっくり考えました。はあ。ナナコ様が突如悪魔化した理由、それを知るためにはさらなる調査が必要だと思うんです。ですのでナナコ様には髪飾りを外して一旦悪魔化していただき、フェロモンゴーグルによって強化されたマスターの眼力で悪魔の体をじっくりと舐め回すように観察してもらってください。え、嫌ですけど。普通に断られました。マスターからも言ってあげてくださいよ。あなたが見たいだけじゃないの？しょうがないな。ちょっと待っててね。どう？何か変なとこあるかな。それで、私の目を見て何か分かったの？そこ？ねえ、関係ないよね。そこ、悪魔と関係ないよね。ストップ！そこまで！変態なんだから。素早いムーブです。そんなとこ見るの？そんなにジロジロ見て恥ずかしすぎるよ。ビビッときましたよ。お二人の仲睦まじい様子を見て、私ひらめきましたです。お餅のことはお餅屋さんにと言います。悪魔のことならば悪魔さんにです。あの悪魔さん、クロナさんを見つけて話を聞いてみましょう。結局これ何か意味あったの？でしたね。マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。私、普通の人間には見えないようになっているのですが、周囲に見えない状態がこうまで長く続くと、時々ちょっと大胆なことしちゃおっかなってなるんですよね。食べ歩きとか。